どうも、トレノスメイトシキです、コンテスト前人日になりました、あと2日でコンテストです、まあ、ようやく減量が終わるというか今日から本格的にカーブアップしていこうと思っているので、昨日の時点で減量は終わりました。で今朝の体重が、今回の減量で一番低い数値でなので、ね、今日からしっかり食べてカーブアップをしていきます。で今現状の体調については前回の減量コンテスト前とかっていうのはなんか前回は塩分とか水分のバランスが悪くなってしまって結構体調悪かったんですけど今回はそうはならないようにしっかり管理しているので体調自体はまあそこそこいいかなと思うの であとは今日はカーブアップしていく様子とあとは今日は夜カラーに行くので、その感じを撮っていきたいと思います。今日は3時ぐらいまでパーソナルトレーニングの役入っているので仕事も頑張ります。はい、そしたらカーブアップ2食目を食べます。食べるのがお米 150g とあと干し芋 50g と胸肉たくさん持ってきてるのでこれ 330g 分あるので、3分の1食べたいと思います。今日は普通に塩分取るのでご飯に明太子をかけて食べたいと思います。いただきます。辛い。はい、そしたらカーブアップ3食目を食べます。スーパーでお寿司買ってきたんでお寿司を食べます。これ1時間半ぐらい前におにぎりも1個食べてます。でこれで今だいたいカーブが300ぐらいな感じです。うわー、うまそう。いただきます。うん、そしたらまたカーブアップご飯食べていきます。食べるのはご飯 150g と、また胸肉とでちょっといい感じの干し芋を買ってきたんでこいつを食べます。芋を食べたいと思います。うん、芋うま。カラーリングをしてきました。黒くなりました。カラーリングの前に焼き芋食べてその後におせんべいをちょっと食べてでこれから白米 150g と胸肉を食べます。で今日は結構塩分多めというか普通に取ってて明日は塩分カットしていこうと思ってるので食べたいと思います。いただきます。うん、一応今日の摂取カロリーは3391キロカロリー、炭水化物579、脂質43、タンパク質155です。今までのハイカーボデーの時と同じような、食事内容でやってます。体重自体今日ね減量で一番低い数値だったので、今日明日はこのぐらい食べて、明日はその代わり、塩分ちょっと少なめでちょっとお腹の様子見つつというかやっていきます。これ食べたらねもうとっと寝ようと思うんでまた次の動画でお会いしましょう。